皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回も新夜回り遊んでいきましょう。さあ前回ですね、町の図書館を攻略で、今日は再びユイにプレイヤーチェンジで進めていきましょう。ここ怖えな、これ何なの、これ誰書いたで、こっちは隠れていけるでね。問題これ、まずここどこ、何屋さんで、出ていけない。ここなんだ？で、そこに電話。だいぶ古いタイプの建物。あ。なに？出してくんないの？おい。どうすんの？いけなくない？おい、放火するぞ。これどうする？ドアが開かない。そうなんだよね。あ、で時計か。急に鳴り出した。何？ちゃちゃちゃ、ん？ここに、あー、誰かいた？いましたね、白いのいましたね。で、これは、この判定がでかい。で、そっちか。おい、特にこいつ、アクションないんかい。さあ、どうしましょう。はよ出して。で、シャンデリア。で、開いたっぽいな。どっち？なんだ、何かがいる。あ、しかもいっぱいいるわ。これ言い過ぎじゃない？どうなってる？で、セーブが完了。さあここで再びハルちゃん、これ待って、どこ？ユイの場所がわからん。ユイを探そう。またワンちゃんかな。一旦とりあえずお家から出て、どこにいる？ワンちゃん、あ、ですね。そう、このゲームね、大体外に出るとイベント発生すんの。ユイのワンちゃん、よし、ついていこう。チャコだっけ？そんでどっち？こっち、こっちかな。行け。どこ行った？うん。で、レイがいる。え、何、ポスト？で、また落ち。マジか、あのポスト倒れてくんの。今の初見トラップ。ここでセーブする？セーブしようか。よし。で、10円取って、そう、さっきそれが倒れてきて、これね、これわかんなくない？で、今回は倒れてこない。よし、ワンちゃん。で、セミ。死んでます。セミはね、確かの、足が開いてるか閉じてるか、それで精神が判別可能だった気がする。死ぬとこうギューってなるんですね。と、誰かのメモ。お化けが怖くて進めなさそうな場所では、無理をせずに回り道をしてみること。あはあ、ちょちょ、ボケ、危ない、危ない今ので。これ何、落書き。多分ね、これ回収要素あります。不気味な顔。
で、2箇所。合計何箇所だっけ ?10 箇所?で、ワンちゃん、ワンちゃんどこ行った？こいつ、ストーカーか？変態か？あ、待って、音がする。何？それ何？それ何？何それ？ナタ？あ、待って。こいつこれやばくない？なんか。ちょっとライト消して。これどっちに行く？そっち？ワンちゃん。でもそっちちょっとまずいもんな。迂回しよう。で、ここにこいつか。ワンちゃん、ワンちゃんどこ？どこ行ったの？もうちょっとヒントくれ。で、これ前回来たな。こっち来ましたね。あ、くそ。こっちではない。どっちだ？あ、で、待って、またあの音するわ。こいつか。これ、まずいっしょ。あ、なにこの人、頭にこれ何かぶってんの？肉まん？何してんこいつ。あ、プレイヤーとこう真逆に動くわ。よし、というだけのキャラ。そんでワンちゃんいなくない？これちょっとやらかしたっぽいな。おらんぞ。全然いませんね。一応ここでセーブして。こっちではない。これちょっと待って。行ってないところ、こっち前行ったもんね。そっちの上かな。上の方向行ってみる。これちょっと待ってね。一旦ここにスポーンして、上行こう。そう、こっちね。多分こっちの方に行くんじゃないの？とね、あれ、なんだっけ、パート1か2で、町の北の方に廃屋がある。呪われたお屋敷がある。っていう風に言ってましたね。もしかしてそれかな？あ、危ね。危ね、今の。呪われた屋敷、なんか非常にそれっぽいぞ。で、こいつは通れません。となるとこっちからこう行って、で、そっちか、右の方、あの包丁の人、あ、いませんね。あ、いるわ。ん、あ、ワンちゃん、オッケー。どっち？そっち。よし、今ここね。で、そこにバーの人ね。と、ここに張り紙。誰かが勝手に貼ったらしい。汚れたチラシだ。街に落ちた光の情報を求む。これ前も見たね。待って、こっちが落ちた。だよね。待って、そこに携帯あった。誰の？ここで一旦巻いて。何これ、非通知。誰のスマホなん？ほんで、画面割っちゃった。これで終わり。こっちではないと思う。その上か。上行こうとですね、今日のダマコーナー1つ目、シャロップ田中さん。アイロンさんは今まで何人くらいの方と付き合ってこられたのですか？これはね、秘密だよね。秘密です。待って、またなんか来たわ。ただまあ、なんて言うんだろう、最近思うのは、誰かとこう付き合った女性を、中古っていう風に揶揄される方、いますけど、やっぱね、誰かと付き合ってみないと分かんないことってあるよね。金銭感覚だったり。待って、どっちこっちかな。価値観だったり、あとは付き合ってみてどう変わるかとかね。で、またここに、こいつでかいな、おい。で、バーの人、
こいつ特にでかいぞ。で、ワンちゃん。よし。そっちか。ワンちゃん。どこ行くの？そっちか。さあ、マップで言うとこっち。合ってますね。ん？これ何？登っていけんの？石畳。よし。で、ここにセーブ。お供えして、で、いきましょう。自分の友人でもね、女性の友人なんですけど。あ！危ない。これ何？石ころいらないんだよな。彼氏と付き合ってみたら、なんかね、すごい、実はその男性が DV 彼氏だったっていう人が2人ぐらいいたもん。で、カラスでドキドキ。まあ、なんで、適度に付き合ってみないと分かんないよね。恋愛っていうのは。危ない。待ってね。ここで。あ、待って、ちょ、待って。デュアルショック4のバッテリーが少なくなりました、マジで。と、地域新聞、はい。とある地域でしか配られていない新聞。ある家族の不可解な連続死亡事件について書かれている。それがもしかして呪いの屋敷？で、ちょっと待ってね、充電します。キリブリちゃんや。どれかな？あ、これか。よし、OK です。さあ、充電して、これ、倒れてくる？来ません？来ませんね。で、ちょっと待ってね。スタミナ回復して。そんで、上かな？ここにあの、マップの継ぎ目が見える。あー！ここにほら、バチって切られてる。あー、でも、もやいっぱい来んな。あ、こっちも。これどうすっぺ？で、ここにおじさん。で、3つ目。で、10円取って。待ってね、こいつをかわすんじゃ。こうじゃ。おし。さあ、でですね、これかな？あ、それっぽいな。こっちは？いや、これお墓か。こっち多分これ。あ、違う？あ、ですね、墓地か。そんで、赤い丸石。赤色に塗られた小さな丸石。網目の模様が彫刻されている。これ何？多分レアアイテム。で、ここに、10円取って、こっち行けませんね。もうない？赤い丸石、なんだろう。その効果やいかに。で、そっち行こう。多分、廃屋。廃屋満タンおなしゃっす。これかな？いや、違うよね。なんか洋風だったもん。あー、待って。あー、そいつか。待って、こいつの今んとこ未知数なんだよね。戦闘力が。あー、はい。おい、こんな無理だろ。これ無理だよ、これ無理。おー。いや、こいつは無理だ。マジか。これ、取ったアイテムってこれどうなってんの？あ、取ってますね。よし。あいつ無理か。追っかけられたら即終了。たまにね、このゲームね、こういうキャラいいんだよね。こっち行ってみる。で、ここにアイテム。これ取って。これ厄介だな。待ってね。よしよし、この人は簡単。
さあでですね、どっち？そっちかな？右かな？あ、で、ここにもや。ミスト。とね、ゴミか。あさんなくていいや。さあ、ここで石取って、石15個。で、また雲出る。で、石持てません。もう石もカンスト。で、こっちか。あ、待って。あ、こいつね。え、こっち来んの？あ、これまずいな。どう動く？よしよし。さあ、ここで入れ違いになって、で、こっち。そうで、張り紙。黄ばんだ張り紙。火器厳禁って書かれてる。そう、廃墟ってね、やっぱ放火する人、火遊びする人ってのは出てくるんですね。で、割れた食器。半分に割れたお皿。割れた部分が牙みたいに尖っていて、鋭く光っている。武器になるやん。ああ、ただ、ただ、え、あ、これ申し訳ない。罠か。どっから？で、またこっから。この戻しがね、若干しんどいね。さあ、再びやってきました。で、ここで、こっちに行く。で、10円取って、お地蔵さん、ここら辺で欲しいわ。ないか。あ、近い近い近い。バーの人。さあ、もうちょっとで早く。で、ここに張り紙。そっちか。で、こっちも黄ばんだ張り紙。で、火器厳禁。さあ、どうやって入った？ワンちゃんや。オッケー。で、ここに、お地蔵さん。さあ、セーブして。でですね、どう入った？多分こっちかな。迂回していった？行きましょう。で、後ろからなんか、これ、何これ？あー、こっちからも来る。あー、ちょ。待って、こいつ、いかんって。あぶねえ。あ、待って、あ、何？あ、こういう人？動きをのろくする人？よし、あぶねえ。今の人には捕まってもセーフ。で、髪の切れ端。誰かのメモ。何か誰かがずっと後ろをついてくる。どうしよう、逃げないと。って書いてある。ストーカーか。でもね、自分思うのはやっぱり、幽霊よりね、生きてる人間、話の通じないストーカーとかの方が全然怖いと思う。だって彼ら失うもんないからね。で、にじんだ文字の張り紙。これは貼ってある。危険、この先火事現場。倒壊の恐れがあり、立ち入り禁ずる。あ、なるほど、もう燃えたのか。燃やされたお家。よしよし。で、こっちね。廃屋。いいね。癒しの方が高いわ。で、紙飛行機。これも持てません。アイテムマックス。どう？扉にトゲの針金が巻いてある。開けることができない。どっかに切れるものはないかな。有刺鉄線という単語を知らんのか、君は。さあ、どっかにアイテムないか。これ？あ、ですね。錆びたペンチ。雨ざらしになって茶色に錆びついた重たいペンチ。ものすごく力をかけないと動かない。さあ、果たして使っていけるかな？で、他にアイテムなし。よし、行きましょう。廃屋ステージ。行くぞー。そりゃ知ってるよ。で、使ってよ。よし、
扉に絡まった針金をペンチでちぎった。これで入ることができる。で、行きましょう。建物に入る。さあ、こっからね。で、何？でっかいネズミ。でですね、これ割れていてそっちに行けない。で、ここに電話。よし、さあ一旦セーブして。で、おそらくこれが冒頭のゆいちゃんのいたお部屋。そこに扉は？あれ？あ、だよね。多分そうだよね。あ、ですね。で、そこに絵があって。ただ、シャンデリアがないぞ。なんで？行きましょう。どっち？マップは見れません。あ、危ね。びっくりした。何、追ってこない？で、アイテム取れません。ただまあ一応チェックするしかないんだよね。あ、なんかいる、なんかいるわ。どこ？で、10円。これ取って。で、このネズミなんな。ワンちゃんは。ネズミに転生した？さあ、ここは。あ、こいつか。ああ、また、待ちなさい。待ちなさい。待ってね。一定時間多分光当てて、死ぬと思う。よし。こいつは？なんでこいつ消えないの？よし。どう？はい、消えて。後ろから来んなよ。こいつ、しつこいな。ストーカーの例ですね。よし。あ、よしじゃないわ。まだか。待って、これ下手にいけんぞ、これ。どう？あ、で、またあのバーの人いるわ。で、ブーブークッション。ギュッと押すと音が鳴るクッション。知らずに乗ってしまうとびっくりするよ。あ、で、そこね。とですね、今日の談話コーナー2つ目。ゆゆさん。アイコンとお揃いの髪の色にするご予定は？それはね、さすがにないと思うよ。銀髪でしょ？自分ね、銀髪の男性キャラ結構好きなんですよ。ロン毛の。二次元とかのゲームだとね。ただやっぱ三次元のね、日本人がやっても絶対似合わないと思う。で、ネズミか。自分ね、日本人だと谷原章介さん、あとディーン・フジオカさん、あの方って純粋な日本人だっけ。あのお二人の雰囲気特に好きですね。なんか穏やか上品みたいな。で、パズルのピースこれ取って、ね、そんで、おや、これどうすんの？あ、もしかしてこれ渡っていける？あ、いけませんね。だよね。だってどう見ても柱だもん。でね、こっちもいけませんね。となると、そっち？あ、こっちか。あ、で、なんかいるわ。待って、ここら辺で、ああ、人が、結婚がすげえ。ああ、あいつか。あいつか。あ、で、一応ここに隠れていける。ああ、で、ここにハエがいて。これ、結構えぐいぞ。あの、上の人。ここで、初登場、石ころ。初じゃないか。反応なし。あ、ここにあれあるわ。なるほど。待って、これさっきのとこだ。さあ、となると、待って、隠れて、こ
ここ厄介だな。そっち、これそっちなんかあんの？あ、ないっぽいな、多分。あ、ここにこいつら、あ、まずい。ダメ。どう？消えて。あ、危ない、危ない。今の危ねえ。なんだこいつ。ダメでしょ、さすがにそれ。危ねえ。これ結構えぐいな。で、ブンブンちゃん来て、どっか行って。そっち、そこにブンブンいる？あ、いますね。こいつずっとそこにいるんか。できれば巻いていきたい。ただ、行くとしたらこっち？どう？よし。で、ここかな。そんで、次2階か。よしよし。で、こっちね。ここはさすがにあれが欲しい。電話ありませんね。さあ、ではね、すいません。今回時間の切れはちょうどいいんで、一旦こだわりにして、で、また次のパートにつなげていきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回新曜マリでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。